こんにちは、この子猫です。読書家の読書家による読書家のためのチャンネルへようこそ。今日の一日一冊はナイチンゲール伝です。さて、この本漫画なんですが、医学書院さんの出している漫画で医学のシリーズは、非常に分かりやすくておすすめで、漫画医学の歴史とかも、ぜひ読んでほしいんですが、今回は私の好きな偉人であるナイチンゲールを紹介したいと思います。なぜならですね、ナイチンゲールさん、今の自粛にふさわしいですね。ぴったりの人物なんですね。ナイチンゲールっていうと白衣の天使のイメージですよね。イギリスとロシアが戦ったクリミア戦争時に万葉野戦病棟をランプを持って歩き続けて怪我人を解放していました。そのことからランプの貴婦人とか、あとクリミアの天使みたいなあだ名で呼ばれ、兵士から慕われていたんですね。ところがですね、実はナイチンゲールはこれ以外にもあだ名を持ってます。実は私そっちの方が好きなんですね。それは小陸軍省、小さい陸軍。省は環境省とか文部科学省などの省ですね。ナイチンゲールは軍隊付きの看護師だったので陸軍に所属していました。それで小さい陸軍省っていうあだ名を持ってたんですね。一体これどういう意味なんでしょうか。実はナイチンゲール30代の時にですね、心臓発作を起こしてから、約50年間ずっと自室のベッドで引きこもって、手紙を送りつけるやら人を呼びつけるやらして、医療改革をしまくったんですね。だから小陸軍省、いわゆる一人陸軍省みたいなあだ名がついたんです。まさに現代のテレワークの走りみたいな感じですよね。なかなかきつい性格してたんで、あまりにストレートな物言いに同僚はかなりげんなりしてしまってたらしいんですが、それでも医療に統計を持ち込んだり、衛生や清潔の概念を広めたりと、医学に多大な貢献をした、素晴らしい人かと思います。ナイチンゲールさん、これ以外にも面白いエピソードがたくさんありますので、例えばジャンヌ・ダルクと同じく神のお告げ聞きたいですね。ぜひ興味がある方は読んで、ナイチンゲールを好きになっていただければというふうに思います。ということで、今日の一日一冊はナイチンゲール伝でした。気に入ってくれた方はチャンネル登録お願いします。では明日もまた会いましょう。バイバーイ。